皆さんこんにちは、もじあげたチャンネルです。今日はですね、前回に引き続きルミックス G9 Pro Mark II、こちらのカメラとですね、ライカ DG バリオエルマリーと 35mm から 100mm F2.8 パワー OIS、 こちらのレンズを、用いましてですね、上野動物園にいる動物たちを、撮影してきました。このレンズのですね、特性としてはやはりポートレート、人物撮影だとかですね、そういうある程度大きな被写体が、撮影対象っていうんですかね、35mm 換算7200、これはですね、どの、カメラメーカーもですね、ポートレート用のですね、中望遠っていう形なんじゃないかなと思っております。風景とかも撮れるんですが、ある程度、距離がないとですね、このやっぱり70-200ですね、 35mm 換算、画角が合わないので、そういう写真も撮ったんですけども、今回ですね、本当はモデルさんとか用意してですね、撮りたいんですが、ちょっとそこまでの、あれがないもんですから今回はですね、上野動物園の方に行きまして、いろんな動物の方を、撮影してきました。このレンズですね、やっぱりもう最高です。軽いですし、ズームの、リングの方も柔らかくてとても扱いやすいですし、これはですね、今現在ある、マイクロフォーサーズの中の、70-200の、レンズとしては最高なんじゃないかと思っております。まずですね、上野動物園ですね、行く前に旧岩崎、邸ですね、こちらの方に行ってですね、撮影の方をしてきました。70-200なので、こういうですね、一部をこう切り取って、画質の方がどうなのかっていうふうにが、撮ったんですけども、やっぱりですね、画角が合えばもう最高な写りするんですよ。こういう、ある程度大きな被写体に向かって、撮るっていうことですよね。こういうことをすると、なかなかいい感じで撮れることは間違いない。そこら辺はもう、問題ないと思ったんですよね。こういう形で定点でですね、手ブレ補正ブーストをオンにしまして、こちらのですね、館の方を撮影しております。ライカモノクローム、相変わらずいい感じのですね、この影感というんですかね、モノクロームの方の、映像を映し出しております。やっぱり70-200だと、これぐらいの画角になっちゃいますよね。これはもうテスト撮影なので、上野動物園に行ったついでですね、こちらの方行ってきました。さあ、メインとなる上野動物園。平日に行ったんですけども、こう人でごった返してるんですよね。パンダ、2匹の子供が生まれたんですか、人が1時間待ちとか言ってました。まずはゾウですね。たくさんのですね、子供たち、平日にもかかわらず来てました。どっかの、インフルエンサーの方がゾウですね、ライカモノクロームで撮っていたので、私もちょっと撮ってみたんですが、やっぱ最高ですね。猿山にいる猿ですよね。これ、70-200、35mm 換算、200の方で撮ったんですが、これくらいですよね。画角としてですね。結構猿山って結構場所的に遠かったんですけども、一応これぐらいの大きさまでは撮れます。どうでしょうか。なかなかいい感じで撮れてるんじゃないでしょうかね。カラー感もいいですし、なかなかいい感じでした。白熊、ゴリラ。ゴリラがこんな形で寝ていたんで、ちょっと撮影しました。今これ目開いてるんですが、これ目閉じたっていう、ここまで撮れて、3コマ漫画みたいな形で。これバクですね。なかなかバクもですね、なかなかこう、よく見ると、動物としてのこうフォルムっていうんですかね、なかなか面白く感じました。これやっぱ鼻が効くんですかね、こう鼻がこう、ふにゃふにゃ動くところが、なかなか面白いと思いました。やっぱ動画で撮る動物って面白いですよね。やっぱりモノトーン、もともとこう、カラーでもモノトーンっぽかったので、
ライカモノクロームで撮るとなかなか面白いです。これあの鷹だとかだったんですけども、やっぱりあのこう前のルミックスってやっぱりこの柵のところでピントが取られてあの、取られちゃったっていたんですけども、まあ、今回の G9MAX ですね、そこら辺はもう問題なく瞳に行ってちゃんとあのピントの方は合います。こちらの方が、これ何でしたっけ、この小動物、何でしたっけ、これもですね、なかなかこうやっぱりこのレンズで撮るとこういう映りをしてくれます。本当にですね、この鳴き声といいですね、本当にあの映りとしては最高ですよね。やっぱりあのカラーはいいですよね。動画の方はあの本当にそのまま、いい感じで撮影してきております。やっぱりこれなんか最近やっぱり癖なんですよね、 ある程度カラーで撮った後もうライカモノクロームで撮るっていうこのパターンなかなかいい感じです。なんかあの小猿がいたのでやっぱりこれもあのちょっと動画撮影したんですけども、あのやっぱ柵に、AF がこう持ってかれないでちゃんと猿 この瞳にあの AF が行くんですよね。なかなかこれもですね、やっぱ動画で撮って後でこう見るときにですね、やっぱこう柵に、ピントが取られないでちゃんと動物の方にピントが取られているとやっぱ安心して動画撮れるなと思っています。まあやっぱりここでもライカモノクロームで撮ったんですね。いかがでしょうか。味ありますよね。白黒、まあそのモノクロっていうところになかなかこうですね、あの価値があるっていうのをこう今回見出したかなと思っております。ペンギンいかがでしょうか。まあ、ペンギンもですね、動画で撮ると面白い動きしてくれております。やっぱりあのあれですよね、70-200、まあ、35mm 換算なんですが、こういう動画もしくはスチールを撮るためにやっぱあるレンズだなと思いました。こういうですね、片足で顔を描いてるところだとか、まあ、そういうのをですね、こういうあの画面いっぱいで撮れるっていうのがこのカメラのレンズのですね、真骨頂。なおかつこの白黒の動物をモノクロで撮るっていうなかなか面白い感じですよね。このフラミンゴのこの色見てください。これもあの柵の向こうだったんですけども、なかなかいい感じでピント合ってます。これ今の何でしたっけ、これずっと向こう向いちゃってこっち向いてくれなかったんですよ。残念でした。キリンもですね、いい感じで撮れております。やっぱサイはね、かっこいいんですよ。近くで見ていて、あのこのフォルムっていうんですかね、なんていうかこう鎧のような、なかなかこう写真で撮っていて面白く感じました。これもやっぱりライカモノクロームでこういうこう鎧的なものを撮るとなんか質感っていうのを感じました。まあこれ動画なんですけども、なんていうんですかね、やっぱりこう近くで見ると本当にあの迫力があるっていうんですかね、フォルムがすごい、この筋肉っていうんですか、このお腹何やってるんですかね。この木からモノクロにしてこう出てきたところをライカモノクロームで撮る、でまたこう戻っていくんですけども、戻っていって木の半分ぐらいからカラーに戻してまたこのサイにみたいな、まあ、そんな感じであのこれドラマ仕立てっていうんですかね、なんかそういう場面の切り替えっていう形で撮ってみました。なかなかやっぱりですね、こういうのって70-200 ぐらいの画角がないと撮れないですよね。この質感もそうなんですけども、この大きさっていうんですかね、ちょうどいいレンズ、この画角に収まってくれるんで、これあの、カバのですね、子供があのドアから出てくるっていうのを何回も繰り返してたんですよ。ちょっと連写の方で撮ってみました。面白いですよね。何回も何回もこうで、あのドアを、こう出たり入ったりしてるんで、これはいいと思ってですね、いろんな場面をあのこれ動画で撮ったんですけども、ね、こういう感じでこう出ては入って出ては入ったりしたんで、あのサンプルを撮るのが最適でした。はい、次はライカモノクロームで撮りました。3回ですよ、3回あもっとかな、何回もこの子供のカバーが行ったり来たりしてるんで、もうサンプル撮りとしては最高でした。はい、これはミーアキャットでしたっけ。やっぱ存在感ありますよね。本当にこれはあの
なんつうか、スチールカメラ、スチールで撮るにはこううってつけっていうか、そういうフォルムをしているものでした。さあ今回最大のメインのパンダがですね、人がすごい並んでたんで、もう行くのやめようかなと思ってたんですよ。そしたら係員の人が、パンダが今、庭に出てるんで見た方がいいですよって言われたんですよ。僕カメラ持ってる方だと思ったんですが、人も今少ないんで今見た方がいいですよ、今みんな子供たちを見てるんで大人のパンダ結構見放題だと思いますよって言われて見に行ったんです。そしたら目の前にパンダがいたんですよ。何回か上野動物園って行ったんですけども、パンダってこういつも遠目で見ててもう写真じゃ撮れないっていうような感じだったんですけど、今回はですねこう真正面からもうこんだけ美しく撮れたんですよね。これは一番初めにこう入った時に、あ、パンダだっていうことで横からの映像を撮って、あ、これはいろんなフォーマットで撮らなきゃと思って、まあお決まりのですねライカモノクロームでも撮っております。白黒のパンダをですねやっぱりライカモノクロームで撮るってなかなか面白いと思いましたで今度は真正面から笹を食べるパンダって、本当は笹と食ってんだなみたいな間近で見れたのはなんかこの年になって結構感動ものでした。これガラス越しなんでちょっと今反射が映っちゃってるんですけども、それでもですねピント外さないんですよ。 AF がちゃんと動物の、動物認証で、人にちゃんと捉えていました。そしたらですね隣に遮蔽物がない庭にパンダが出てきてくれたんですよ。ちょうど真正面に来たので、ここも連写で撮りました。いかがでしょうか。なかなかないですよね。ガラスの遮蔽物がない、そのままの空気の、もう空気の向こうにパンダがいるっていう、このシチュエーションで、これが撮影できたっていうのは、本当に今回行って、幸いな、本当幸福なことでした。いかがでしょうか。ここなんか最高ですよね。こう、拡大しても、ちゃんとディテールが損なわれてないっていうのは、本当に今回、G9 Pro Mark II の真骨頂じゃないかと思いました。美しく撮れてます。やっぱりこれは35mm 換算7200っていう画角だったので、ここまで大きく撮影できて美しく撮れたんじゃないかなと思っております。もういろいろですね、撮影途中にモノクロームにしてこう撮っております。これモノクロームでもですね、これロー現像してるんですけども、ローだとカラーでちゃんと情報あるんですよ。で、なんかこう濃く映るんですよね、ライカモノクロームの方のローって。で、それを白黒にして、あ、これがライカモノクロームのまあなんていうかこうチューニングだなというふうに思いました。こうなんとなくこう濃くですね、カラーの方でもこう色付けされているのをこうモノクロームにしたのがライカモノクロームなんだなみたいな、そういう感じの、写真でしたね。ここまでパンダって僕初めてですね、人生初めてこんなに大きく間近でパンダって見るの初めてだったんで、ある種感動でしたね。はい、こちらの方がパンダの、動画ですね。遮蔽物がないパンダこれはですね、もう一回、これ今向こうに行っちゃったんですけども、もう一回来てくれみたいな形で祈っていてですね、ぐる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 回るんですよ、この庭の方を。こうなんていうかこう丘みたくなってて、丘の方をこう登れるようになっていて、こう反対から回ってみたり、またこう来てくれてですね、向こうから。そしたらこれ石の岩の上に乗って向こう行っちゃったんですよね。なんでこっち来てくれないかみたいな気まぐれなパンダなんですが、そしたらですね、もう一回来てくれたんですよ。さっきはスチールの連写で撮ったんですが、今回は動画でちゃんとこっちに来てくれたんですよね。結構感動ものでした。うわ、これは撮んなきゃいけないと思いまして、動画の方を撮影しております。あー、なんだよお前、後ろ姿で行っちゃうのかみたいなまあでもある程度こっちまで来てくれたので、まあパンダなんですね。動画なんてもう撮れないものだと思っていたんで、結構感動ものでした。最後にですね、ペリカンがいたのでペリカンを撮っております。
ペリカンもなんか美しいですよね。そして門から出るのでした。さあ、いかがだったでしょうか。ルミックス G9 Pro Mark II、そしてライカ DG バリオ L マリーと 35mm から 100mm F2.8 パワー OIS、 まさにですね、最高のポートレートレンズと言えるようなですね、まあ、マイクロフォーサーズですね、中望遠のレンズ、いかがだったでしょうか。もう写りは最高、動画もスチールも、もうカラー写真もカラー動画も、ライカモノクローム、どれを撮ってもですね、最高の写りでした。AF もですね、動物認証の方の AF がちゃんと瞳に来てましたし、ブドマリで言うと9割ですかね。まあもちろんですね、暗いところにこう動物が行ってしまった時には、まあ AF の方が、ちゃんとピンガチピンじゃない時ってあったんですけども、そう、まあそれをもう差し引いてもこのレンズっていうのはもう 100% 近いブドマリっていうのはあったんじゃないかなと思っております。今度ですね、モデルさんでこの、レンズを使って撮りたいなとは思ってるんですけども、本当にもう、そんな機会があればなとは思ってるんですけどね。あ、前回ですね、相棒で出てる寺脇さんの方の集合写真を撮ったのはなんとこの G9 Pro Mark II だったんですよ。 8mm18mm の、 広角ズームレンズで撮ったんですけどね、それも一応ご報告したいなと思っておりました。はい、ここまでご視聴いただいてありがとうございます。もしよろしければグッドボタンの方とチャンネル登録よろしくお願いいたします。